発生したドイツ総統、アドルフ・ヒトラー暗殺未遂とナチ党政権に対する、クーデター未遂事件。ナチ党の政策への反対や、第二次世界大戦における、連合国との和平を目的として、ドイツ国防軍の反ナチス将校グループが計画、実行した。ヒトラーの暗殺とクーデターは共に失敗し、実行犯の多くは自殺もしくは逮捕、処刑された。 1933年に、ナチ党の党首アドルフ・ヒトラーが、ワイマール共和国首相に就任した。ユダヤ人に対する差別政策など、過酷な政策を推進するナチスに反発し、ヒトラーの暗殺を計画、実行する個人もしくはグループが現れた。ワイマール共和国及びナチ党政権下における、国防軍とナチス党及び、ヒトラーとの関係は、複雑なものであった。 ナチスの政策、特にドイツの再軍備、軍備拡張に賛同する将校がいる一方、ナチスの主張や政策、特に国防軍に対するヒトラーや、親衛隊の存在に疑問や反発を持つ者や、ヒトラーが推し進める、軍事力を背景とする領土の拡張政策が、周辺国との戦争を引き起こし、ドイツが敗北することに懸念を持つ者もいた。 1938年のドイツによるチェコのズデーテン、併合時に計画されたクーデター計画が国防軍内における反ナチス運動の行使だった。ズデーテン併合によりイギリス及びフランスから戦線布告されることを恐れたドイツ、陸軍参謀総長のルートビヒベックは職を辞し、参謀総長のフランツ・ハルダー、アップベア次長のハンス・オスター、第三軍管区司令官、 エルビン・ホンビッツ・レーベン、第23府表紙団長、エーリヒ・ヘプナーなどハンナ・チツハ将校や民間人を集めてクーデター計画を練った。またクーデター実行犯の中にはアルトゥール・ネーベのような親兵隊の幹部も参加している。計画では臨時政府の下で総選挙を実施し政治を正常化させることになっていたが、ヒトラーの扱いについては殺害、逮捕及び、 裁判、精神異常者として抗禁するなど意見がまとまらなかった。さらに、イギリスの首相ネビル・チェンバレンの提案により行われた、ミュンヘン会談においてイギリス及び、フランスがドイツのズデーテン併合を認めたため、クーデター計画はその根拠を失い中止された。 1939年のポーランド侵攻を機に第二次世界大戦が勃発し、さらに1941年に開始されたソビエト連邦との戦いが泥沼化すると国防軍将校によるクーデター計画が再燃した。1943年には東部戦線の中央軍集団参謀のヘニング・フォントレスコはヒトラーの前線視察時に暗殺する計画を立てた。 彼の副官ファビアン・フォン・シュラーブレンドルフは、ヒトラーの専用機に爆弾を仕掛けたが不具合により、起爆せず失敗した。この他にも、ルドルフ・クリストフ・フォン・ゲルスドルフなどを実行犯とする、ヒトラー暗殺計画が何度か企てられたが、いずれもスケジュール変更などの事情により、決行されなかった。1944年7月15日のボルフス・シャンツェ。左から、 シュタウフェンベルク、総統副官プットカマー海軍少将、空軍連絡官、ボーデンシャッツ空軍大将、ヒトラー、書いてる。1944年6月、英米軍は、西部戦線で、ノルマンディに上陸し、東部戦線でもソ連軍の攻勢により、ドイツの配色は、ますます濃くなり、黒いオーケストラグループはヒトラーを排除して、英米軍と講和する計画を急ぐようになった。 この頃には、ビッツレーベン,ゲンスイ、ベック退役上級大将、ヘプナー退役上級大将、トレスコー少将の他に、国内予備軍一般軍務局局長、フリードリヒ・オルブリヒト大将、陸軍通信部隊司令官、エーリヒ・フェルギー・ベル大将、ベルリン防衛軍司令官、パウル・フォン・ハーゼ中将、参謀本部編成部長、ヘルムート・シティーフ少将、国内予備軍参謀長、 クラウス・フォン・シュタウフェンベルク大佐をはじめ、数多くの将校が、グループに加わっていた。暗殺実行者には、クラウス・フォン・シュタウフェンベルク大佐が選ばれた。彼は、旧ビルテンベルク王国の貴族の出で、1943年4月に、北アフリカ戦線のチュニジアで負傷し、左目、右腕、左手の指2本を失っていた。そのため彼に対しては警戒も薄く、 ボディチェックもほとんど行われなかった。1944年6月20日、彼は国内予備軍参謀長に任命され、ヒトラーと直接会う機会が増えていた。彼の上官、国内予備軍司令官、フリードリヒ・フロム上級大将はグループに加わっていなかったが、彼らの企てを半ば黙認していた。暗殺は、 プラスチック爆弾を2個用意、起爆装置を作動させるスプリングを針金で締め付け、それを硫酸で10分間で溶かす、次元装置を使い、爆発させる。その爆弾を入れたカバンを持ち歩き、暗殺実行可能と判断したら、爆弾を作動させる予定だった。1944年7月6日、シュタウフェンベルク大佐は、ベルヒテスガーデンにあるヒトラーの別荘ベルクホーフで、 行われた会議に出席し、この時初めて爆弾を携帯した。当初、シティーフ少将が暗殺を決行してくれると期待していたようだが、彼が実行せず失敗した。7月11日のベルカホーフでの会議。しかしこの日、ヘルマン・ゲーリングとハインリヒ・ヒムラーが出席していなかった。この時点では、黒いオーケストラグループはヒトラーと共に、 他のナチス首脳も暗殺すべきだと考えていた。彼らはゲーリングは特に問題視しなかったが、親衛隊指導者ヒムラーは暗殺せねばならないと主張。彼が生存していると、親衛隊と陸軍の間で内乱になる恐れがあったからだ。シュタウフェンベルクは会議を抜け出し、オルブリヒトに連絡。ヒムラー不在を告げると、オルブリヒトは計画中止を指示。 落胆した、彼は、シティーフに向かって、昆築証明。行動すべきではないのかと口にしたという。7月14日、ヒトラーは、予告なしでベルクホーフから、東プロイセンのラステンブルクの総統大本営、ボルフスシャンツへ移動。一方、シュタウフェンベルクは、国内予備軍司令官、フリードリヒフロム上級大将と共に7月15日に、出頭し、 東部戦線へ投入する新しい師団の立ち上げについて報告するよう命じられた。彼は1942年秋以来、ボルフスシャンツへ行ったことがなく、土地勘はなかったが、今やヒトラーがベルクホーフに戻るのを待つ時間はなく、相当大本営での暗殺決行を決意した。二人がベルリンを立った後、 ベントラー街のオルブリヒト大将とその副官、アルブレヒト・メルツ・フォン・クイルンハイム大佐は、フロム・ノーリスを後期に、バルキューレ作戦を発動。ベルリン郊外の陸軍学校と、予備訓練部隊に最高レベルの、緊急出動体制を取らせた。事前に、バルキューレ作戦を発動したのはこの時だけだった。7月15日もヒムラーは、会議には出席していなかった。 彼の欠席を確認後、シュタウフェンベルクは会議室を抜け出し、ベルリンのクイルンハイム大佐に連絡。ヒムラー不在だが、それでも結婚したいので許可が欲しい旨を伝えた。クイルンハイムはそれをオルブリヒト、さらにベック、ヘプナーにも伝えたが、将軍たちは計画中止を命じる。シュタウフェンベルクは、僕ら二人で決めるしかないといい。 将軍たちの指示を無視することを提案した。クイルンハイムも、やりたまえと答えたが時すでに遅し、会議はその後すぐに終了してしまった。一方、オルブリヒトたちは、あれは演習だったとして、ベルリンの警戒態勢を解除して取り繕った。五国この、間違った警報の件で、書いてる元帥が、フロム上級大将を叱責し、さらにフロムがオルブリヒトを叱った。ただ、 かろうじてクーデターの真意は隠し通せた。シュタウフェンベルクは、意気消沈して、ベルリンへ戻ると、クイルンハイムと話し合う。二人は、次のチャンスには将軍たちの意向は無視しよう、ということで一致した。7月19日、翌20日午後1時から総統大本営で開かれる、作戦会議に、予備軍爆料を派遣するよう再び命令が下り、シュタウフェンベルクと、 副官ベルナーフォンヘフテン中尉が出頭することになり、今回は、フロムは招集されなかった。このように、1944年7月には、何度か暗殺計画が企てられたが、結構せずに延期が繰り返された。1944年7月20日の会議参加者の、氏名と一爆発後の会議室爆発当時の人物、配置図。黄色い四角が爆弾。 青丸がヒトラー、赤丸が死亡者、白丸はその他の参加者。7月20日午前7時頃、シュタウフェンベルクラは飛行機で相当大本営に向かった。しかし到着後、午後1時開催予定の作戦会議は、ムッソリーニ来訪のため30分繰り上がり、午後0時30分開催へと変更を告げられた。一方、ベルリンベンドラー街の国内予備軍司令部には、 オルブリヒト、クイィルンハイム、ヘプナーなど反乱派が集まり暗殺実行を機にバルキューレ作戦を発動すべく待機していたが彼らは予定が繰り上がったことを知らなかった。午後0時32分爆弾の起爆装置を作動させたカバンを持ってシュタウフェンベルクが会議場に入った時にはすでに会議は始まっていた。午後0時37分頃 爆弾入りカバンを作戦会議場の巨大なテーブルの下に押し入れ、ベルリンへ電話をかける名目で会議場を後にした。午後0時42分、合音とともに爆弾は炸裂し、会議室は破壊された。爆発により、速記者、ハインリヒベルガーは両足を失いほぼ即死。陸軍参謀本部作戦課長、総統副官、ハインツブラント大佐は片足を失い。 空軍参謀総長、ギュンタ・コルテン大将は腹部に重傷を負い二人とも二日後に死亡。総統副官のルドルフ・シュムント・中将は、腰部の重傷で10月1日に死亡。残りの三席者も、重軽傷を負った。ヒトラーは打撲と、やけど、鼓膜を損傷したが症状としては、軽傷で済み、生き残っていた。 爆発現場を訪れたヒトラーとムッソリーに午後1時13分頃、シュタウフェンベルク大佐とヘフテン中尉は、ヒトラー死亡を確信しつつ、ベルリンへ飛び立った。その頃、暗殺計画に加わっていた、陸軍通信部隊司令官、フェルギーベル大将は爆発現場にいて、ヒトラーが生存していることに気づく。彼は、相当大本営から外部への通信を遮断し、 間接的表現ながらヒトラー生存を伝えた爆発は当初、ソ連軍機が低空から爆弾投下したのが原因と考えられていたが、やがて会議に参加していたはずの、シュタウフェンベルクの姿が爆発後見えず、爆発前の奇妙な行動から彼が犯人と把握され、ヒトラーは SS 長官であるヒムラーに、 事件の調査とシュタウフェンベルク逮捕を命じ、自らは来訪するムッソリーニとの会談に臨んだ。実行犯二人がベルリンへ飛行中の約三時間、連絡を交わすことは不可能で、その間、通信管制下の相当大本営からの情報も曖昧で断片的なものだったため、ベルリンにいた反乱派はバルキューレス作戦を発動するかどうか判断に迷った。 軍の部隊を招集し展開させるには一定の時間が必要で発動が遅れればそれだけクーデターが不利になるのは確実だった。午後3時50分ごろ二人が到着する前にアルブレヒとメルツ・フォン・クイルンハイム大佐がバルキューレ発動を各軍管区にテレタイプで発令していた。命令にはビッツレーン元帥が署名、相当の死亡と非常事態宣言、彼が 国防軍総司令官になった旨伝えていた。午後4時ごろ、ベルリンの飛行場に到着したシュタウフェンベルクは、オルブリヒトに爆発成功を連絡。オルブリヒトは、国内予備軍司令官、フリードリヒ・フロム上級大将に、ヒトラー死亡を伝え、バルキューレ発動を求めた。しかし、フロムが、相当大本営の書いてる元帥に連絡すると、彼は、ヒトラー生存を伝え、 さらに、シュタウフェンベルクの居所を追求した。それに対しフロムは、シュタウフェンベルクは、まだ帰ってきていないと回答。カイテルとの連絡後、フロムは、オルブリヒトに、バルキューレ発動の必要なし、と告げた。バルキューレ発動の通信は、相当大本営にも伝わり、ヒトラー側は、これは一大差に過ぎない。 シュタウフェンベルクの単独犯行などではなく、大掛かりな背後関係があることを悟る。ヒトラーは、国内予備軍司令官、フロム上級大将の関与を疑い、彼を解任し、ヒムラーをその職に任命、秩序回復の権限を与えた。午後4時15分、書いてる元帥は、相当の生存、及び、ヒムラーの国内予備軍司令官就任と、フロム。 ウィッツレーベンの命令には従わないよう、テレタイプで全管区に通達した。午後4時45分頃、勝手にバルキューレ発動したことを知ったフロムは激怒し、司令部に到着した、シュタウフェンベルクラに自決を迫って反乱派と小ゼリアイとなり、一室に軟禁された。午後5時過ぎ、反乱派はヘプナー上級大将を国内軍司令官に任命した。一方、 バルキューレ発動と動員命令、さらには相当の生存という二つの相反する指令を相次いで受けた各地の部隊は混乱し、反乱派とヒトラー側の双方に事実確認を求める連絡が殺到した。シュタウフェンベルクやオルブリヒトは電話での対応に追われ、反乱成功に必要な活動を行えなくなった。その間、反乱派のベルリン防衛軍司令官、 ハーゼ中将の命で、警備大隊長、レーマー少佐の部隊が、ベルリン市内の主要地点に配置され始めた。しかし、国内予備軍司令部の反乱派からの適切な指示も、なく、動員された人数も少なく、拠点の出入りを規制することしかできなかった。そのため、放送局内部に人員を配置することもせず、宣伝省やゲシュタポ本部に至っては全く、手付け数だった。 午後6時、反乱派は、全軍艦区に対し、海原令布国と武装親衛隊、ケシュタポの処理、粛清、閣僚、ナチス党幹部、警察幹部の逮捕と強制収容所の確保を、指令した。午後6時45分、ベルリン放送局が、相当の暗殺が企てられたが失敗した、胸を放送。このラジオ放送は、ヨーロッパ中に届いた。 ベンドラーブロックに入る武装親衛隊。1944年7月、その少し前の午後6時30分頃ベルリンにいたヨーゼフ・ゲッベルス宣伝省は、反乱派の命により出動した、レーマー少佐を宣伝省に呼んだ。彼はレーマーをヒトラーと直接電話で会話させ、味方に引き入れた。ヒトラーはその場で、レーマーを大佐に昇進させ、 反乱鎮圧とヒムラーが到着するまでの間、現場責任者に任命した。レーマーは、配下の将校をベルリン市内の要所に配備させ、市内へ向かう各部隊に事情を説明し、国内予備軍司令部から発令されたバルキューレ発動に伴う命令に従わないよう伝えて回った。このように、反乱派は自ら軍部隊をベルリン市内の現場で直接指揮せず、 自分らに対しシンパシーを持たない将校が指揮する一個大隊の兵力に市内の制圧を委ねるという致命的ミスを犯し、放送局やゲシュタポ本部、宣伝省など重要拠点の確保に失敗。さらにはその将校がヒトラー側に抱き込まれ、自衛のための部隊すら喪失。逆にその部隊によって相当されることになる。午後7時45分ごろ、反乱派は、 放送局の放送内容を否定し、発令された命令の実行を改めて指令した。さらに、西部方面軍司令官、クルーゲ元帥にはベックが、直々に連絡し、反乱への参加を呼びかけたが、クルーゲはことを左右にしようくしなかった。彼は自ら相当大本営のシティーフ少将に、連絡して、ヒトラー生存を確認。それ以後反乱派と連絡を絶った。 午後8時過ぎ、パリ軍政長官、カール・ハイン・リヒフォン・シュテュルプナーゲル大将と、シュタウフェンベルクのいとこセイザー・フォン・ホーフ・ァッカー、空軍中佐が、クルーゲの元を訪れて説得したが、彼はそれに応ぜず、逆に逃亡、潜伏を進めている。午後8時10分、反乱派の軍事的最高位、ビッツレー弁原水が、国内予備軍司令部に到着するが、司令部の混乱ぶりと指揮する。 軍部隊がいないことを知り、シュタウフェンベルクラの不手際を批判する。一方、相当大本営から、核軍管区に、カイテル元帥から、相当生存と、ビッツレーベン、ヘップナーからの命令には従わないよう指令が伝わる。核軍管区司令部は、ベルリン放送やカイテルの指令が真実であると認識し、バルキューレ発動を中止。ヒトラーに忠誠を誓った。ウィーンの 第17軍党は大韓区指導者、親衛隊関係者を逮捕する動きに出ていたが、すぐに中止している。午後8時50分頃、ビッツレーベンは、クーデターの失敗を悟り、国内予備軍司令部を出て、ベルリン郊外の友人の別荘へ行った。午後9時30分頃、ベルリン防衛軍司令官、 ハーゼ中将が降伏したという知らせが入り、シュタウフェンベルクもさすがに疲労と落胆を隠せなくなった。シュタウフェンベルクら銃殺された人物の名を刻んだ、プレート午後10時過ぎになると、国内予備軍司令部の反乱派は、完全に孤立。その頃から、同司令部にいた、フランツヘルバー中佐、ハイデ中佐ら、 ヒトラー支持の将校十数人がこっそり武器を集め、オルブリヒト大将に公然と挑戦し始める。午後10時30分過ぎには、反乱派たちと銃撃戦の末に、彼らを検挙し、フロムを解放させた。一方、エルンストカルテンブルンナー国家保安本部本部長は、当日ウィーンへ移動する予定の夫をスコルツェニー、新衛大将佐を、急遽ベルリンに呼び戻し、 親衛隊の部隊を編成して、国内予備軍司令部に向かわせた。午後11時頃、フロムはその場で、軍法会議を開いた。ベックは直ちに自決の許可を求め、フロムはそれを認めた。続いてフロムは、オルブリヒト、クイルンハイム、シュタウフェンベルク及びヘフテンラに即時死刑を宣告した。フロムは、信仰のあったヘプナーにも自決を進めたがヘプナーは、拒否し、 裁判闘争を望んだために逮捕された。ベックは2度自決に失敗し、最後は、フロムの命令で一兵士がベックに止めの銃弾を打ち込んだ。日付が変わった7月21日午前0時15分過ぎ、国内予備軍司令部の中庭で、シュタウフェンベルクら4人は相次いで銃殺された。フロムは、他の反乱参加者も処刑しようとしたが、スコルツェニー少佐の部隊が、 国内予備軍司令部に到着、処刑を中止させた。21日午前1時、ヒトラー総統の演説が、ラジオで放送された。ヒトラーが自ら爆破事件の経緯を説明したことで、彼の生存は、明らかとなり、事件は、完全に収束した。暗殺に失敗した原因は、複数あるが、その中で、比較的有名なのは、総統大本営での爆発についてであり、 その詳細は以下の通りである。当日の気温が高く密閉空間である地下会議室で行われる。予定の作戦会議は地上の木造建築の会議室で行われることになった。さらに気温の関係で窓も開かれたため、これが爆風の逃げ道となり仕掛けた爆弾の威力を削ぐ結果となった。会議の開始が直前になって30分早まったため、 用意していた2個の爆弾のうち1個しか、次元装置を作動できなかった。シュタウフェンベルクは、爆弾が入ったカバンを、会議を、テーブル下のヒトラーに近い位置に置いたが、相当副官のブラント大佐はそのカバンを邪魔に感じ、それを木製脚部の外側へ移動させた。その偶然の動作により、テーブル脚部がヒトラーに直撃する爆風への盾となり、 ヒトラーにあたる爆風の威力が軽減された。そのため、人為的要素ではない位置が解決されれば、暗殺が成功したと指摘する声があった。そんな中、アメリカのテレビ番組、怪しい伝説で位置が検証された。番組内では、地下室の再現はできなかったものの、密閉空間の再現として、コンテナを代用し、2と3の内容は変えずに爆破実験が行われた。 その結果、史実の地下室より有利な状況にもかかわらず、ヒトラーは死亡には至らなかった。そのため、番組の結論としては1の要素より2と3の要素の方が影響が大きいとまとめられている。実際、副官のブラント大佐がカバンを動かした位置で爆風の直撃を受けたと思われる人物が即死ない死重症を負ったことが、この結論を補強している。 7月21日、東部戦線のトレスコー少将は、ソ連軍との最前線付近で、手榴弾を爆発させ自決。西部戦線のシュキュルプナーゲル大将も自決を図ったが、失敗し、病院に収容されて治療後逮捕された。21日を境に、陰謀に加担したと見られる者が逮捕され、ケシュタポの厳しい尋問と拷問を受けた。逮捕者数は、 容疑者と、親類演者、逃走法助者など、連座拘束を含めて600から700人とされる。軍関係の容疑者たちは、国防軍最高司令部に設けられ、ゲルト・フォン・ルイント・シュテット・元帥が議長を務めた、形式的な名誉法廷で軍籍を剥奪された後、ヒトラーが、我々のビシンスキーと呼んだ民族裁判所長官、ローラント・フライスラーによる、 形式的な見せしめ裁判にかけられた。ヒトラー暗殺未遂事件の裁判を宣伝する、人民法廷中央の報復姿の人物が、裁判長のローラント・フライスラー。向かって、左の軍服の人物は裁判官に選出された、ヘルマン・ライネッケ中将。右側の人物は、主席検事のエルン・ストラウツ。8月7日から始まった裁判では、まずビッツ・レーベン。 ヘプナー、ハーゼ、シティーフラ8人が起訴され、翌8日、死刑判決が下ると、その数時間後には、ベルリン北西部プレッツェンゼ刑務所の処刑場で、ピアノ線で吊るされ、時間をかけて考察する残虐な方法で、公主刑にされた。その処刑の模様は映像に記録され、ヒトラーの干渉に供された。処刑の映像を、彼は、楽しんで干渉したという説もあるが、 側近たちの階層では、干渉を拒否したとされている。その後、ヘルドルフ、シュトゥルプナーゲル、フェルギーベル、ホーファッカー、ゲルデラー、ネーベ、カナリス、オスター、ボンヘッファーら約200人が次々に処刑された。フライスラーの裁判は過劣を極めた。例えば死刑となった、ルートビヒフォン・レオン・ロート・少佐は、事件の結婚前に、ヘルマン・ベールレ神父に、 キリスト教における懺悔をしていた。ゲシュタポの拷問により、レオン・ロートが懺悔のことを自白したため、ベールレは、証人として、人民法廷に立たされたが、フライスラーは事前に暗殺計画を知りながら、通報を怠ったという理由でベールレを共犯とみなし、ベールレにも、死刑判決を下した。1945年2月3日、裁判長。 フライスラーはフォン・シュラー・ブレンドルフの裁判中、アメリカ軍の空襲で死んだが、その後も、裁判と処刑は継続され、ドイツの敗戦直前まで続いた。一方、フロム上級大将は、シュタウフェンベルクラを勝手に処刑したことが口封じだと、みなされて逮捕され、事件当日の態度が優柔不断で陰謀に断固。 抵抗せず、臆病であるとして1945年3月12日に、銃殺された。処刑映像は、見せしめと警告の目的で、陸軍士官学校で上映されたが、士官候補生たちから強い批判を受けて、ヒトラーは敗戦までに、全面破棄を厳明したため、現在も発見されていない。なお、人民裁判所での裁判の映像は現存しており、動画サイトでも、 閲覧可能である。ヒトラーは爆発の影響で極度の人間不信に陥ったと言われており、実際関係者の摘発や粛清が徹底的に進められたことで相当に反逆を行う者は自信のみならず、一族老頭を含めて極刑に処するという強い警告が浸透するようになり、これ以降ヒトラーに対する暗殺計画が実行されることはなくなった。 続説として、ヒトラーは、パーキンソン病を患っており、この事件の影響でそれを悪化させたと言われるが、実際には発病していなかったことが証明されている。また、この事件を契機に、国防軍内でも、ナチス式敬礼を行うことになった。その他、それまでは、政治的影響を免れていた海軍にも、政治将校が配属され、それは、 前線の U ボート部隊にも波及した。さらに、7月20日の裏切り者のレッテルを貼られることを恐れた将軍たちはヒトラーに意見することを止め、ドイツ軍の作戦行動は硬直化することとなったが、反面で軍部内の防衛用が強化され、連合軍の情報収集活動も困難化した。暗殺未遂事件に関与した者に対する粛清は、 ドイツ降伏直前の1945年4月下旬まで続けられた。ペンドラーブロックに立つブロンズ像第二次世界大戦が終結すると彼らはハンナチス運動の実行者として称賛されることになった。現在ベルリンの国防省後にベック、シュタウフェンベルク、ヘフテン、オルブリヒト、クイルンハイムラ5人の名を刻んだ記念碑が立っている。また、 予備軍司令部があったベンドラー街は、シュタウフェンベルク街と解消され、ナチス抵抗運動の記念館が立っている。彼らが処刑された中庭の後には、象徴として、ブロンズ像が置かれている。ありがとうございます。